皆さんこんにちは、ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今回はこちらドンということで DJ 春の新商品2点、ご紹介したいと思います。まず1点目がこちらですね。はい、ドン、落とさない工具で聞いてたけど結構評判になったよ、落とさない工具 ね、 ね。でその時に紹介しようと思ったんだけど、まだちょっと入ってこなかったものがいよいよこの春来ましたということでご紹介です。こちらね、見ていただくとお分かりになるかと思うんですけれども、ソケットの内側にこのソフトクッションね入っておりまして、これでまあボルトナットをホールドして、まあ落とさないというようなものなんですね。で今までも落とさないものってあったんですけれども、こういうクッションタイプのものじゃなくて、ソケットの真ん中あたりにボールがあって、でそれで押さえるようなものがあったんですね。でところがやっぱりオートモーティブ系とか、あとまあオートモーティブ系に限らず最近はですね、ボルトナットの薄いやつね、ヘッドが薄くて届かないっていうようなものが多かったんですけども、こちらはですねソフトクッションがもうここのね面のところから奥まであるんで、どの位置でもホールドしてくれるっていうことで、こういう薄いボルトなんかでも、こうやって簡単に、入って落とさないというものでございます。5ミリ、12ミリ、13ミリ、14ミリ、17ミリ、19ミリの6個セットということで皆様の方にお届けしたいと思います。落とさないね、これなかなか、まあ、いろんなシーンで必要じゃないかと思うんで、特にこういうフランジボルトなんかは本当に薄いので、まあ、便利にお使いいただけるんじゃないかと思います。こちら1点目でした。そして2個目はこちら、はい、ドン、D&J ベビースイベルラチェットということでございます。渋い位置の、ショートタイプの、スイベルなんですけど、それよりもさらに小さいということで、まあ、非常に可愛いね、こうね見たことありますね、社内的なコードネームでこれクリオネって言われてますねクリオネ、ね、なんか愛着が湧くんじゃないかと思いますけども、手のひらに本当にすっぽり入るっていうことでめっちゃ可愛い、まあ、シェイプがすごく可愛いっていうことがあるんですけども、まああのこのねスイベルラチェットをお使いのお客さんでもうちょっとちっちゃいの欲しいなとか、ちょっと入らないっていうような声があったんで、まあこのぐらいのサイズのものを一回出してみようということで、今回はビット専用タイプと渋位置ねタイプの2つになります。でプッシュリリースついてないんで、これはまあこのまんまこう抜き差ししていただきたいというものでございますけれども、まあとっても可愛いクリオネラチェットと落とさない工具ということで、春にぴったりの商品じゃないかと思います。意味わかんなかったそれでは皆さん、さようなら。